はいどうもトカボンです。マウント&ブレード2バナーロード、続きをね遊んでいきたいと思います。前回ですね、仲間にしたこちらのナジュン、自分の兄さんですね、兄さんの特質ポイントとかね、フォーカスポイントを振って、さらにスキルごとのねパーク取ったり、裏作業でねしてました。でこの方にはね、部隊の補給感をさせたかったので、カレーの方にフォーカスポイントを多めに振って、さらにこちらの特質ポイントの方もちょっと多めにしました。ですのでこの方をちか兄ちゃんをですね、舞台の方で補給官にねしました。で自分のキャラなんですが、現在レベル11、弓をね少し鍛えてます。とともにですね、舞台の方もこの土兵とかね、土兵っていうのかな、石弓兵っていうのかな、とか弓兵をねちょっと多めにした部隊になってます。まあ、敵が近づいてくる前にある程度倒して、最後にねこの辺のちょっと強めの盾持ちのねキャラクターで倒していくというような感じの部隊にしてます。で大体35人規模の部隊を維持してね今やってます。まあ、裏作業でやってたのはそんな感じかな。あとですね、装備ですね、装備。装備の方なんですが、装備の方もですね、まあ、いろいろ族をね、倒していって、その戦利品で新しくコテを手に入れました。それと、片装備は買ったかな。あとですね、この鎧ですね。こちらを競技会でね、取りました。ティア5の胴体防具として34。足と腕がね12というね、結構いいものねもらいました。来たらねなんかこんな感じ、ここ星マークになってくれたらいいのにね。それとこちらナジュンさんね、この方にはねちょっとねクロスボウをね持たせました。でねこの人弓部隊をね一応任してますね今ね。でクエストの方なんですが、ネルテスの愚行、族を倒して動き回ってる途中で黄色いびっくりマークついた人を見つけたらね話しかけました。カラドグっていう人とメリディールっていう人ですね。あとはインガルサーっていう人ですね。この3人とね話しましたね。それと村の依頼を受けてねやってたんですが、マップ上を、まあ、族を追っかけてね動き回ってると、たまにこういう隠れ家っていうのを発見するんですよ。まあ、言ってみたら族の拠点ですよね。するとこういう隠れ家を見つけると、その近くの村にびっくりマークがつくときがあって、青いですね。そのびっくりマークがついたときに、その村に行くとですね、この拠点を潰してくれという依頼が出るときがあります。それが、さっきのこの盗賊の拠点っていうね、なんとかの、これも村の名前なんだけど、付近にある盗賊の拠点と。まあ見つけてそのまま拠点をね、潰しに行ってもいいんだけど、まあ、クエストがあるならば、クエストを引き受けて、それから潰しに行くと、村の方からね、3000デナールもらえて、さらに、この人とね、まあ、信仰というか、自分の魅力が上がったりですね、まあ、いろいろ他にもね、ありますんで、まあ、それをね、やってました。あとは、村のね、兵士をね、6名ほど預かって、それをティア1段階アップグレードするというね、クエストですね。で一応6人預かって、この時はねなかなかね最後の1人が上がらなくて、戦っていたらね1人ちょっとねお亡くなりになってしまったと。なので6人預かって5人しか、戻すことはできなかったんですが、それでもね一応クリアとなりましたね。まあ、そんな感じで収録外で自分のキャラクターの能力上げたりですね、あとはそんなお金稼ぎとかねやってました。で現在なんですが、お金の方が3万5000ドル貯まってます。なので、今回はクラウンの収入を得るために、今収入ゼロなんですよね。で、まあ、族を倒してそのね、戦利品を売って、お金を稼いでるような感じになりますんで、まあ、定期的な収入を得たいということで、こちらのね、この対象ってやつをね、作っていきたいなと思います。でこの対象を作るのには、これですね、攻撃スキルの高い NPC のね、キャラを仲間にして、それをね、隊長にするのがね、いいんで、
その攻撃スキルの高いねキャラクターを仲間にしていきたいなと思います。まあナジュンもね高いんですよ。なのでナジュンも向いてはいるんだけど、舞台の方でね補給官やっていただきたいんで、まあ別の人をね雇おうと思います。それで現在こちらのオルティシアというね町に来てます。なんでねこの町にね来ているかと言いますと、前回かな、この英雄の探索でですね、カレー持ちの仲間にできる NPC ですね、いわゆるコンパニオンっていうんですが、そちらをね探した時にこの香辛料商人のワラさんっていう人をね見つけて、この人を見たところですね、これ攻撃スキル高いんですよね。でこの人をねちょっとね仲間にしようかなと思ってます。そんで探したところね、このオルティシアというね町にいることが分かったので、ここまで来たわけです。ということでワラさんを探します。ワラさん多分ね酒場にいます。いた。目赤いんだけど、何この顔すげえ本当？うわー怖いな、なんか魔族みたいまあいいや、とりあえず話す。なんか顔だけ見るとこの辺にヒゲがあって、なんかヒゲがあるようにね見えるから男みたいに見えるんだけど、あなたような人材ならうちの傭兵団で、一応傭兵団、やっぱり傭兵団なんだよね、クランって言ってるけどね、雇ってもいいなと。ああ安いですね、雇いましょう。はい、わらさんを雇いました。装備ですね、弓はダメなんだね。何が得意なのこの人。あ、クロスボウだ。へえ。装備をちょっと強くしてやった方がいいのかな。まあ一応鎧揃えますか。攻撃で、わらさんね。わらさんで服。少しいいものにしましょう。14でいいんじゃない。なんか土偶みてえな頭だったんだけど、ちょっと待てよ、一回どっかと戦うか。そうしよう、うん、どっかと戦えば戦利品が手に入ると思うんで、一回ちょっと戦いましょう。その前にクロスボウだね、クロスボウ。あ、いいのがあるじゃない。うわ特化ヘビークロスボウ、こっちでいいかな。軽量ボルト、こんな感じでどうでしょう。よしたらちょっと一戦交えて、どっかと一戦交えて装備をちょっと引っ張かしましょう。来た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 、よし、じゃあ荷物をいただこうぜ。よし OK。 あ、失敗したなこいつ。俺、あー馬乗ってるやついるよ。ほらほらほら、馬やったっしょ、これを狙ってんすよ。はい死んだだいたいね敵近づいてくるのにやっちゃうんすよね。お、当たんなかった。終わったの？早いっしょ、ほらこれが弓部隊特化ですよ、近づかせない。行きました、いいですね。山に住む、どうだ。あーダメですね。ん？これなんだ。あーいいね、君それにしてみたら。ちょっとよし OKOK。うん、どうし、あ、競技会やってますね。お、鎧ですね。お、いいね。お、すごいすごい。いいじゃないですか。それでは。うわー、やられた。
届かねえ。もうない、もうない、もうない。うわあ、嘘。うわあ、嘘。後ろから来てんの。嘘。うわ。いや、二人は無理だ。いや、無理だわ。マジか、もういいや。初めて負けたな。盾がないっちゅうのやっぱ辛いな。お、あれ？よかった。来た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 。いいぞ。わら。おい、ちょっと待って、なんで空振った今。よし行こう。俺が盾になる。おい邪魔お前。行くぜ。いい。決勝です。いただくぜ。軽装だなあいつ。あれ、なんだ、当たんなかった。結構血みどろだな。勝った勝った。よかった。一回戦でも敗退したかと思った。もらいましたね。南部の装飾されたチェーンメイル。で、彼女にこれを着せる。こんな感じかな。コテ。コテは、これでいっか。よし、こんな感じでどうでしょう。ちょ、まあまあ持つでしょう、これでね。それでは対象をね作っていきたいと思います。オークホールに戻ってここで対象を作ろうかな。うん、そうしましょう。はい、それではですね、目的地であったオックスホールというね町に着きました。ここに来るまでの間にですね、一応これかクエストの、ネレッテスの愚行、こちらの方の話を聞けるね貴族2人ほど会いました。ですので話を聞いてね、ようやく半分になったか。うん、そんな感じですね。それでは対象をね組んでいきたいと思います。対象を組むにはまずここのね町でなんか商業施設を営んでる人、まあ、この人までいいか。この人に話しかけて。怖い顔してるな、相変わらず。自分を名乗る。そしてですね、これだね、対象を組みたいのですが、と。町には様々な品があり、交易を行うことでそれらを金に変えることが、金かな、金かな、に変えることができると。君が組織した対象が代行して商いをしてくれるはずだ。対象を組むには最低1万500を出して29名の護衛を雇う必要がある。さらにその護衛たちを率いる仲間が1人必要だということで、うん、で任せるのはわらさん。え、これでできたの、もしかして。え、たったこれだけ。舞台、あ、できてる。これでいいのかな。騎兵12人、9兵17人雇ってる。お、すごい、収入プラス500になってますね。これ総収入が、はいはいはい、こんな感じなんだ。なるほどね、そういうことですか。対象はしたら
何も作れるのかな、金があれば。ちょっと待ってよ、これ一応1個できましたから、ちょっとここでしばらくにしてみようか。あ、進みだした。ちょっと待って、ほらほらほら、行った行った。これどこに向かってんだろう、どこに向かってんですかね、それはわかんない。あれ、でもさっきより減ったな。さっき500稼ぐようになってたのに。まあいいや。うん、まあそんな感じで今回から自分の舞台に、クランにですね、自分のクランにこちらのね対象ができました。まあ、収入源ですね。まあ、これでまあ大きくマイナスにはならなくなったのではないかと思うんだけどね。はい、なるほど、こういうふうにして作るんだね。え、あ、そうそう、してね、お店も持てるはずなんだよな。ほら、作業場を一つ買いたい。作業場？工房じゃなくて？あー、この人二つ持ってんだ、すごいね。はいはいはい、やっぱお金を出せば買えるんだ。なるほどね、そういうことですね。なるほどね。